毛利元就公の養母で伝杉の大方の墓、猿閣城のすぐそばなんですけど、猿閣城にですね、来た、障子丸、後の元就公ですね、5歳で母親が亡くなってますから、その後の、その幼少期ですよね、その時にですね、ほとんど母親代わりですよ、養母って書いてありますけど、かなり影響を受けた方だと思いますね。で、2人は猿かげの城主じゃなかったんで、父についてきただけですから、隠居城ですよね。で、この土井っていうね、土井っていうとお城なんですけど、この墓地の、上にはですね、光明寺っていうゆかりのお寺があったようですけど、お墓だけここにね、ちょっと一角に、ちょっと個人宅の敷地なのかちょっとわかりませんけど、ここは別に閲覧して問題ないと思いますので、こちらにお墓があると。元は成功が、かなり慕っていたという感じでしょうね。土地の人は乳母の墓、乳母なんですかね。養母と乳母はどうなんでしょう。同じなんですかね。養育係っていう感じですよね。イメージ的にはね。ちょっとはっきりしたことはわかんないですけど、そのようにここに書いてあるんで。母親早く失ってるってことがね、やっぱり子供の時のその元就公のその性格というか、そういう形成時期にあったわけですから、この方の影響っていうのはね、相当あったと思いますよね。10歳でね、自分の親が亡くなってって大変なことですよね。もうほとんどみなしご状態ですよね。毛利家っていう家に生まれてなかったら、完全にみなしごです。お墓はこれですね。周りはちょっと五輪塔の小さいのあるんで、お子さんというか関係者、多分お一人じゃないと思うんで、お付きの方もいると思うんでね、ちょっとは後ろ個人宅なんであんまり、一応日がちゃんと入ってるんで、伝ですね、次の大宝大方のお墓と。